皆さんこんにちは。今日はアロハの手を説明したいと思います。今日は2種類のアロハの手を説明したいと思います。まずは4拍で作る時のアロハの手で、続いては8拍で作る場合のアロハの手を説明したいと思います。アロハの手はいずれの場合も第3パターンのミックス型リフトとプレスが入った場合で作ります。まず4拍の方で説明しますね。4拍で作る場合、いつも通り3拍までで形を作ってしまいます。で、4拍目は次に向けての移動になります。で、1拍目、まず最初1拍目はリフトに入ります。リフトに入って、で、2拍目でこの手を前腕を回転させながら肘を折るのが2拍目の仕事です。1、2拍目で、3拍目でプレスに入ってあげてください。ではカウントで手を作っていきたいと思います。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。4拍目は手の力を抜いて次の方向に持っていってあげてください。8拍のアロハを説明したいと思います。4拍で作るアロハよりもリフトとプレスがたくさん入ります。それは拍数が多い分たくさん入るっていうことなんですね。ですので4拍のアロハよりより複雑になるので、丁寧に説明していきたいと思います。まず1拍目はリフトですよ。1拍目リフトで、2拍目に手の移動、3拍目プレス、4拍目はリフトしながら手を移動させて5拍目、で、6拍目はリフトに入ります。で、7拍目で手の移動、もう一度丁寧にいきますよ。リフト、移動、プレス、リフトしながら移動、プレス、リフト、移動、こういう働きになっています。ではカウントでいきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7。アロハの手で気をつけていただきたいのは肘のポジションになります。肘がほとんど動かない状態で作る。で、だいたい肘の場所は溝落ちあたり、アンダーバストあたりをずっと行き来するというのが理想的な動きだと思います。ではどういうふうに動かしていくかというのを細かく説明していきたいと思います。では4拍のアロハを説明したいと思います。この場合、肘の場所をほとんど変えないということが大事になってきます。ですので、折ってくるとき、この2拍目のときに、肘を固定した状態で前腕だけ回転させる。これがきれいに作る秘訣になります。続いて、8拍目の方は、さらに複雑になってくるのですが、肘をいつも、大体溝落ちぐらいなんですけど、そこで固定して、肘を動かすタイミングは2回だけっていうのをまず頭の中に入れてください。その2回のタイミングは、2カウント目の脇を締める、手を正面に持ってくる、この時のカウントと、5、6、7拍目の開いてあげるカウント、この2拍と7拍の時だけ肘を動かします。で、その他は肘はずっと固定しているぐらいのつもりで練習するととても柔らかく見せることができます。
母の手を作るときに困ってる方の大半は4、5、6カウント目の手の動きだと思います。でここが非常に大事になってくるのですが、まあ、3まではだいたいイメージつきやすいと思うんです。でこの4カウント目の時にリフトを使うことで、まあ、手首の力が抜けてこう折って腕を折ってこれますよね。でその時に5カウント目に1回プレスを入れてあげることで6カウント目のリフトが作ることができます。この5カウント目にプレスが入れられなかったら次のこのリフトが入ってこないんですね。ですのでこの4カウント目リフト、5カウント目プレス、6カウント目リフト、この流れをきっちり押さえていくとアロハの手はとても柔らかく見せることができます。では横を向いて手の動きをやってみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、このようにリフトとプレスをうまく使い分けることで柔らかく見せる練習をしてください。今日はアロハの手を説明しました。ありがとうございました。